こんにちは、奈良さんです。先日ですね、まあ、公開日に、新海誠監督の最新作、天気の子を見てきました。前回のね、君の名はも匹敵する映画かなと思います。結構ね、まあ、前評判がいろいろあって、でインタビュー記事とかでも、新海誠監督も言ってましたけど、まあ、賛否両論分かれる結論かななんてことを言ってたんですが、確かに、その通りでして、まあ、ネタバレはしませんが、今日はですね、他の人は結構映画のレビューをやってるんですが、僕は映画のパンフレットのレビューをしてみたいと思います。せっかく買ってきたんでね、何が書いてあるかというのをちょっと見てみたいと思います。開くとですね、まあ、ヒロインのひなさんがこう積乱雲の上という空の上に漂っている見開きのイラストがありまして、これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語、ここに書いてあります。あの光の中に出みたかったという新海誠監督の思いが、ちょっと書いてありまして、これね、よく見ると雲の中に竜がいるんですよ。竜が描かれていて、あと、魚とかね、雲の上ですよね。そこにこういう生き物がいるという世界観です。まあ、大きい字。全世界待望、新海誠監督最新作。すごいな、これ。ねえ、今や世界に注目されるアニメーション監督、新海誠。叙情的な男女の物語を、美しい色彩と繊細な言葉で紡ぎ出す新海ワールドは、国内外を問わず多くの人々に支持され、生み出された作品が高く評価されてきた。そして前作「君の名は」から3年というのがまたこのポイントなんですね。待望の最新作がついに始動する。読んじゃった。で、イラストがあります。イラストというか、各場面のカットがあります。空に浮いてるひな、細い竜のような雲。今から晴れるよっていうあの場面の顔ですね。あとね、この、物語の中盤の方で、小高君がこう、ね、ちょっと怪我をしてるんだけど、線路に走ってくるシーンとかね、あります。いきますと、大悟小太郎さん、この小高君の役を映っている声優さん、大悟さんのインタビュー、それから、ひなさん、ヒロインのひなさんをやってる森奈々さんのインタビューがありますね。あと夏美さんをやってる本田翼さん、それから、まあ、いわゆるおじさん役ですけどね、菅圭介役をしている小栗旬さんのインタビュー記事、でね、ちょっとキザっぽいんだけどね、結構いい。ひなさんの弟のね、凪くんの声やってる桐生さくらさんが、それと刑事さんですね、平泉成さん、なかなかいい感じですね。梶さんね、いいです。あとね、倍賞千恵子さんがまあ、おばあさん役で出てくるんですが、誰のおばあさんかというのがちょっと面白いところです。これね、新海誠ワールドというよりもね、新海誠ユニバース、いわゆる何だろう、マーベルシネマティックユニバースとか、モンスターゴジラのね、モンスターユニバースみたいな意味で言うと、新海誠ワールドというよりも新海誠ユニバースがあるような感じがします。まあ、その、ところに出てくるこのおばあちゃんね、孫が誰かなっていう話です。で、今までの新海誠監督作品を、紹介してます。星の声、雲の向こう、約束の場所、秒速5センチメートル、星を子供、ことの浜には、そして君の名はです。ね、そっちから見えるかな。この、ね、水色のページがありまして、ここに、新海誠監督の思いのだけが綴られております。結構ネタバレも入ってます。まあ、ね、映画監督なんだから、もう作品で語ればいいじゃないかって、こんなテキスト余計だよっていう意見ももちろんないわけじゃないんですけど、まあ、映画というのはいろんな人たちがこう関わって作る作品の中にあって、まあ、監督という役目をやっている。でもこう一人の個人としてこの作品にどういう気持ちで臨んでいたかっていうものもまたこうテキストで出てくると、作品の味わい方がまたさらに深くなってくるかなと思います。まあ、そういう意味でね、これ読んでみると面白いです。見てからだな、基本的に見てからだな、がいいかなネタバレがあるんでね、見てからがいいと思いますが、
こうやって読んでみると、もう一回見に行こうかなっていうふうに実はなったりしますので、パンフレットね、買ってそれっきりじゃなくて、このテキスト、文章も読んでみると、あ、そういうことだったのか、みたいなのが分かってきます。いいですね、穂高君とひなさんのこれ、あのシーンだよね。で、ページの中に行きますと、キャラクター設定、作画ということで、森芝穂高、天野ひな、いいですね、この浴衣姿がね、またあのシーンですよ。それから菅圭介さん、このね、編集プロダクションで実は、まあ、あの予告編にもありますけど、あのムーっていう雑誌の、ね、記事を書いているというところがポイントで、もう予告編をじ、詳しく見ると分かるんですけど、実はあの予告編の中にある町に隕石が落ちたという記事が書かれている、連載記事があるという設定になっています。夏美さんですね、それから凪くん、凪くんね、このね、不思議なことに嫌がってるんだけど、このあのいわゆるてるてる坊主のコスプレがね、なかなかいいんでね、この猫ね、猫もかわいいね。それから、美術設定ということで部屋の中があるんですけど、これ部屋の中がね、一度コンピューターグラフィックスで 3D で作られていた、作った上で絵を描いてるっていうね、すごい手が込んでると言いますかね、こんな感じです。それからあとこの雲のことについて、気象の監修ということで荒木健太郎さんがやっぱり書かれてます。この雲の不思議さですね、こんなものを予備知識として、あるいは見てから、ああそうなのかっていうのが分かってきて、そしてここですね、ラッドウィンプスの、今回の主題歌、愛にできることはまだあるかいの歌詞、それとグランドエスケープの歌詞が書いてあります。このバックのイラストもね、こう晴れ空にという形の絵なんですけどね、これね、この詩を、ね、音楽聴くとね、まあ、音楽とあるんですけど、詩だけ読んでみるとまたそれはこの、あ、そういう意味なのか、そういう、まあ、感じで、そういう感じで当てて、そういう意味なのかっていうのがじわっと分かってきたりとかしました。ラッドウィンプスさんのインタビュー記事も貼ってますね。それから歌として三浦透子さんが歌っていて、この何とも言えない声質で歌われるとゾクゾクってくるものがあります。で、最後のクレジットロールに出てくる全ての方々のお名前があるんですが、ネタバレをしちゃうとしませんが、先ほどのね、おばあちゃんが出てきますけど、実は、新海誠ワールドというも、新海誠ユニバースっていう方がいいのかなって思うような作品同士のつながりがあります。それから後ろの方ですね、天気の子、東宝アニメーションストア限定商品、このね、キャラファイングラフって言っていいのかな、リトグラフではないんですよね、すごく精密なプリントアウトの画像なんですが、これがなかなかもう絵画のようになってまして、2種類あるんですけど、各29,700円とかね、これ B2 サイズね、 B5 サイズも、いくらだったら9,720円とかね、アートとしても、新海誠監督の作品っていうのは本当に一場面一カットを切り出してきて、アートにしてもアート作品として、成立するなっていうぐらい美しいものがあります。それを、東宝アニメーションストア限定商品ということで販売してます。それからあと劇場でね、売っているいろんなグッズです、あります。まあどれも欲しいなっちゃ欲しいんですけどね、まあ、全部買ってるわけにはいかないので、今回は僕パンフレットだけです。劇中に出てきた、穂高君がこう持ってる、なんていうのかな、ポーチっていうのかな、あれもねちょっとあったりとかします。というわけで、天気の子ウェザリング・ウィズ・ユー、映画のパンフレットがあります。劇場でね、今820円ぐらいかなって売ってるので、映画館で見た方、ぜひこれね、公開期間中でないとパンフレットって手に入らないので、お買い求めいただけると作品がさらにグッとこう詳しくというか深く読み取れるかなと思います。まあ買っちゃうとね、もう一回行こうかなって気になっちゃうんでね、まあ、そこも考慮した上でですが、おすすめです。新海誠監督最新作天気の子、どのぐらいあるかな、前の君の名は半年間のロングランだったけど、今回短いかな、わかんない、
でも早めに見に行った方がいいと思います。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。